皆様こんばんは、アレンケル第1話エプリルフール&スマート。皆様今年もエプリルフールがやってきた。世の中には嘘のような本当の話というのが5万とある。これから景気が良くなるだとか、ヘッジを引き上げた方がいいだとか、そういった話は嘘に当たるのだろう。経済心理学というものがあるが、もしこれから景気が良くなるだとか、ヘッジを引き上げた方がいいというような話をしたとしたら、それはエプリルフールで嘘になるのだろうか。嘘を本当と信じ込んで行動したら、いつもよりも少し高いものを購入した。